皆さんこんにちは、スイーツチャンネルのあーみつです。今日は東京南青山にある福井南青山291さんにやってまいりました。今寒い時期になってきたんですが、皆さん冬に食べる福井県の郷土菓子ってご存知でしょうか？あんみつは今回初めて知ったのですが、なんと水羊羹なのだそうです。水羊羹というとイメージでは夏の暑い時期につるっと食べるものかと思っていましたが、福井県では冬の風物詩ともいえるほど冬に馴染みの深い郷土菓子なんだそうです。また福井の水羊羹は水分たっぷりでとろけるような柔らかさと甘さが特徴なのだそうです。今回はこちらで水羊羹を選んで、いろんな水羊羹を食べ比べしてみたいと思います。食べ比べに入る前に福井の素敵なアンテナショップの店内をご覧ください。じゃん。というわけでこちら10種類の水羊羹と1種類のくず羊羹を福井南青山291さんで選んできました。申し遅れました。皆さんこんにちは、スイーツチャンネルのあんみつと申します。どうぞよろしくお願いいたします。福井県のアンテナショップは東京に2店舗あって、あんみつの伺った福井南青山291さんと銀座店さんの2店舗あります。というわけで早速水羊羹を並べてみたいと思います。お店ごとにパッケージが違って、それぞれすごいこだわってますね。昔ながらの雰囲気のあるこのパッケージが逆に今可愛らしく感じます。同じ水羊羹でもそれぞれお店によって特徴がかなり違うみたいで、甘さとか色合い、硬さもそれぞれなんだそうです。さあお味はどうなんでしょうか？それじゃあまずこちらからいただきたいと思います。江川さんの水羊羹、一応ね、こちらに並べてるのはミニサイズらしくて、通常はこれの2倍くらいの大きさのものが福井県では売られてるそうです。では開けてみます。こうなってますね。こんな感じ。わ、こんな感じで切れてあるんですね。あ、ちょうど救える。それじゃあ初福井の水羊羹いただきます。あ、想像よりつるっとして黒糖のコクが感じられます。美味しい。今まで食べたことのある水羊羹と違ってすごいつるっとしてパクパクいけちゃいます。優しいあんこの味と黒糖の味がすごい美味しかったです。ではお次、久保田製菓さんの水羊羹いただきます。うん、かわいい。つるんって書いてる。パッケージごとに木のヘラがついてます。ではいただきます。なんかさっきより色が濃いような気がします。いただきます。うん、あ、こっちの方があんこの味をすごい感じる。うん、おいしい。口に入れてなくなるまでが早い。うん、おいしい。あんこの味をよく感じました。美味しい。お次はこちら、シュトラウス金神堂さんの水羊羹いただきます。これはなんか見た目がね、つるっとしてる感じ。味はどうかな。
滑らか。ああとろける、すごいね。口に入れた瞬間からめちゃくちゃ滑らか。寒天が違うのかな、寒天というよりゼリーみたいな。うん、みずみずしくてつるっとしてる。うん、おいしい。4種類目、山内のデッチ羊羹。デッチ羊羹って書いてますが、水羊羹と同じものだそうです。おー、じゃーん、綺麗、つるっとしてますね。なんかみずみずしい感じ。あー、切った感じもちょっとみずみずしい。じゃあ山内さんのデッチ羊羹いただきます。うん、見た目がみずみずしいからつるっとしてんのかと思ったんですけど、下の方にしっかりあんこが入ってて、上はなんかつるっとして下があんこの食感がありますね。うん、おいしい。みずみずしさもあんこもどっちも楽しめる感じ。うん、おいしい。じゃあ、お次は、菊水堂さんのデッチ羊羹いただきます。じゃじゃーん。トゥルッとしてる。なんかすいません。雨が強くなってきちゃって。聞こえにくかったらすいません。ウリ割りの名水を使っているそうです。ちょっと形がしっかりして固めかも。とろけるような小豆の舌触りがしっかりあって、すっきりした甘さです。うん、全国的に売られてる水羊羹の味に結構近い気がします。うん、今度はこちら、場面翔平堂さんの水羊羹。少し緑がかった小豆色って感じです。フィルム開けたらそうでもなかった。おー、綺麗。こんな感じです。色が濃い感じがしますね。うん、美味しい。黒糖の味がガツンときました。あ、美味しい。柔らかさもね、口どけもすごい良くて、トローンって感じです。うん、うん、おいしい。うん、おいしい。結構これ好きです。では7つ目、あんま屋さんのデッチ羊羹いただきます。すごい綺麗。フィルム話しなかった。いただきます。うん、おいしい。すごい、これがね一番とろける食感。ちょっと黒糖の味が少しして、あんこがおいしい。うん、食感もとろっとろでおいしい。うん、あー、美味しい。お次こちら、丸岡屋さんの水羊羹いただきます。お、なんか書いてる。福井では寒い冬に暖かい部屋の中で一枚流しの水羊羹を食べます。黒糖の風味が香る、喉越しすっきりの食感、口づけの良い甘みを抑えたあっさりとした味、冷蔵庫でよく冷やしてからご賞味くださいとのことです。お、フィルムに絵が描いてるの初めてですね。なんか雨すごいな、すごいな。こちらはね、上白糖と沖縄県の波照間島の黒糖を使ってるみたいです。いただきます。うん、寒天感が強くて、あんこ感は控えめ、コクがありますね。うん、寒天のプルッとした感じがあります。
ではお次、伊勢屋さんのデッチ羊羹いただきます。色が薄めですね。いただきます。プルッとしてなくてズーっていう感じ、重みもあります。おいしい。しっかりあんこのね、食感があります。若狭小浜の雲上水っていう水を使っているみたいです。あんこの美味しさをダイレクトに感じます。おいしい。では10個目、西坂さんの水羊羹いただきます。みずみずしい、こんな感じです。お、なんか厚みがある気がしますね。いただきます。お、ずしっとしてる。おいしい。韓国感が強くて、全国的に売られてる夏の水羊羹にちょっと似てる感じがします。おいしい。あんこの風味がすごいいい。おいしい。優しい甘さ。それでは最後に井上紅羊庵さんのくず羊羹をいただきたいと思います。ちょっとね、雨の音で私の声がかき消されちゃうかもしれないので、ここにくず羊羹について載せておきます。若狭くず羊羹という商品名だそうです。なんかプルプルしてます。お、ずれてきた。あ、これは切れてないんですね。よいしょ。お、おー、面白い。一枚流しってこういうことか。ではいただきます。おー、プルンプルン。おいしい。くず特有のトロトロ感があって、水羊羹特有のあんこの甘さがいいです。これ食感も好きです。おいしい。おいしい。おいしかった。というわけで、福井の冬の風物詩、水羊羹をいろいろ楽しんでみました。やっぱそれぞれお水にこだわってたり、あんこにこだわってたり、食感がつるっとしたものから、あんこの舌触りも感じる水羊羹まで様々で、いろいろ食べ比べできて、すごい面白かったです。あんみつのお気に入りは、結構ね、あんこの味が強いのが好みでした。でもね、全部美味しかったです。ごちそうさまでした。というわけで、今徐々に冬に食べる福井の水羊羹が有名になってきて、アンテナショップでも購入ができます。ぜひこの冬に食べてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。